この格好は自分にとっては何系になりますか？そうですね、やっぱり和装白塗り、和装と白塗りなんですかね。和装白塗り、はい、いつからこういうあのスタイル着るようになったんですか？高校生ぐらいの時ですかね。高校1、2年生ぐらいですか、ね、16、17歳ぐらい、ね、今いくつ？今は21です。21、あ、でもこの前22になりました。嘘ついたじゃあもう6、7年ぐらい。そうですね、はい。なんか昭和時代とか大正時代のことすごい好きですね、はいはいはい、すごい好きですね、はい、それはどうしてですか？どういうところが好きですか？そうですね、なんかあんまいい印象ないと思うんですけども、その日照旗とか日本の旗とか、レトロな感じとかちょっと錆びてる感じとか、うん、そういうちょっと古びてるものが好き で、はい、で日本の国旗って単純にかっこよいって思って、そうですね、そういうのが、うん、なんかわかんないけど すごい好きですね。その時代に生きてないからもうあれわかんないんですけども、なんですかね、デザインですかね、その日照旗のデザインがすごい好きで、赤と白で太陽が出てて、でもなんかそれはあんまりいい印象じゃないことは知ってるので、あんまこうドカーンと出さないようにはしてるんですけども、単純に好きなものは好きです。なるほどね、はい、と今日ファミコンとか、はい、それからなんかストローベリーグッズとか、はいはいはい、いっぱい持ってきましたけど、はい、それは自分にとってはどういう意味ですか？そうですね、ファミコンはもうすごい昔3歳4歳ぐらいの時からずっとやってて、あーゲームが好きなんですけど、今プレステとかそういうなんていうの、映像がすごい綺麗だったりするんですけど、ファミコンはすごいなんかもうポリゴンでチープ で音とかも単調で、なんかそういうちょっと雑な感じが私は好きです。いちごそのものがすごい好きなんですけど、なんて言うんでしょうね、いちごってなんかすごい女の子らしいところがあるじゃないですか。でもなんか食べたら酸っぱかったりするじゃないですか。だから見た目に騙されないようにみたいなところが割と好きですね。可愛いだけじゃないところが。なるほど、それも女性のイメージですか？そうですね、見た目は綺麗けど食べたら酸っぱいですか、うん、そう、個人的にはすごい売れてて熟しているいちごでも真っ赤で美味しそうで食べてみたらお腹壊したとか、そういうところが好きですね。それ聞くとちょっと女性も怖くなっちゃう女性は怖いです、いちごのようにはい、今年の夏は、はい、ずっとこういう格好ですか？これ以外のスタイルとか。夏は、白塗り、そうですね、白塗りするんだったらもうこういう浴衣羽織とか和っぽいのをしますね。夏はやっぱり夏祭りとかそういう浴衣の時期とかもあるので、はい、冬より夏かなって思って。これはもちろんなんかブランドとかは別にあまりないと思いますけど。全然ないですね、こだわりもなくて。はい、物はどうやって手に入りますか？これはもうそうですね、一番目立ってるこれなんか浴衣、浴衣なんて、うん、名古屋のちっちゃい、もうおばあちゃんおじいちゃんがやってるちっちゃいお店で買ったんですよ。何気にそういうところがもう結構掘り出し物があったりして、原宿の大きいお店よりなんかもうちょっと小道に入ったおじいちゃんおばあちゃんがやってるお店みたいなとこで500円から1000円ぐらいで売ってたりとかして、その時にもまとめて